山選手、あの辺り、横浜市は3人、4人いたと、はい、矢島からのボール、いいシュート決めました、茂木。いやーよく決めましたね、難しいですよ、今の逆サイドから来たボールをヘディングで左側へ持っていきました、うん、1点返して1点差、2対1、矢島からのクロス、まあ、この辺りですよね、この辺り矢島選手がポジション変えたというところが出たかなというふうにも思いますし、まあ、そしてね前半そこまで、はい、そこまで入ってこなかった、茂木後半で先ほどね、はい、1回あの裏で取ったのがありましたけども、うん、ようやく出てきたなというところだったんですが、まあ、この辺りね富山選手が右に入りながら、まあ、その中で中に入っていくというところで、はい、茂木選手も前が